ハロー。ハロー、ハロー。今ね、懐かしの、すっげえ懐かしのラーメンに出会ってさ、余韻に浸ってんの。わっけるっけねー。ここはね、二戸です、二戸。すっごいね、こういう田舎に来て、そういう懐かしのラーメンに出会って、ドンピシャの味の時ってね、俺すっげえ幸せを感じんのさ、そういう余韻ね。で、これからちょっとクロスバイクで下っていきます。まあ下っていくのか登っていくのか分かんないんですけどもね。沼区内まで行こうと思ってましたよ。46キロぐらいあるのかな、こっからね。まあ40ちょうどいいかなと、汗ガッとかいてね、途中途中ちょっといろんなとこ道草したりとかね。それでこの夏ですよ、夏ですよ。おそらくもう梅雨も明けたんでしょうね。夏のこの入道雲とかあると、途端とこうノスタルジーな気分になりますよね。懐かしい。特にこの田舎の田園風景とかね、何気ない街の風景がこの雲とともにすっごい懐かしく感じるのさ。僕だけかな、わっかるかな。まあ、そういうことでね、これから沼区内目指して、途中途中こう写真撮って、まあ懐かしの色味でね、まあ皆さんの心をかき立ちたいなと思ってましたよ。ね、こうくすぶってるなんかそういうのあったら、みんなもね、こういうせっかくだからね、カンカン照りの中、ああ、うるさいな。しょうがないね。ということでね、ちょっと邪魔入ったんで行ってまいりましょう。孤独のライダー、孤独のライダーでございます。最後のお願いにやってまいりました。なんか二戸はね、選挙戦らしいですね。うるさい、うるさい。いやー、でもさ、あれ名前連呼してさ、意味あんのかね。 なんかさ、みんな同じでしょ。俺だったらね、もしあれだったらね、連呼なんかしませんよ。まあ、そもそも選挙なんか始めませんけどね。もしも俺だったら、選挙カーはまあやったとしてね、でウグイス嬢っていうの、アナウンス嬢っていうの、あの人のね、ラジオ形式でやりますよ、ラジオ形式。孤独のライダーさん、この二戸の街、今、沈んでますけども、なんかいい考えありませんかとかして言ってもらって、いやなー、ちょっと人口減ってるさ、これ人口を増やすのはね、ちょっと難しいべ。だけど関係人口を俺増やそうと思ってんだみたいな感じにさ、やるわけよ。ああ、ちょっと無駄だ、まだいいだよ、無駄いいだよ、選挙戦ね。そんな感じよ。武田スポーツいいかもしれない。武田スポーツって確か二戸が本社だよね。八戸だ、二戸だよね。俺らの武田スポーツだって、ちょうど武田スポーツの背後にね、入道雲もあるよ。これだよ、これだよ、これだよ。今まであの二戸は何回も来てるんですけど、来るたびに言われるのが、その単一パン、パン食べた方がいいし、何回も言われてね、ようやく買ってきました、単一パン。ただ、ラーメン食ったばっかりだから、沼区内あたりに食いますよ、沼区内あたりね。あれ？今ね、俺、久野平城を目指してんだけど、あれだ、ああ、大丈夫だ。ずっと砂利道かなと思ったら、九戸城跡。いや、被写体になるのない。ただの、のっぱらだもん。こう、石垣とかね、ガーッとあったら、岩手公園みたいになったら、絵になるんだけど、残念ながらならないんで、せっかくだからさっきのこう、単一パンさんどうなのかね、紹介しましょう。腹減ってないから、ちょびっとだけね、僕食べます。福田パンの形はちょっと違う、こういうコッペパンでした。こう、くにゅ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 って、こういう、なんかやって焼くんでしょうね。で、僕は、ピーナッツとごま頼みまして、ここ黒いからこっちごまなんだよ。こっちピーナッツかな。ちょっとだけ裂いてみましょう。あ、ごまだな、こっちもな。すっごいこの、コシが強いですよ、これ。福田パンとはね、全く違うね。福田パンは柔らかすぎるよね、逆に。このコシの強さはいいね。あー、食べ応えある。
この焼き麺どこはね、いい感じで硬い。それがいいね。比重の高いパンって感じしますよ。買ってよかった、うまい。山口川の上の橋を渡っていきます。あそこだな、そこの岩飛んなきゃダメだよね。ここは家具屋さんだったよね。家具屋さん今やってんのかな。あ、営業中だね。ちゃんとやってるね。で、ここがドライブイン、馬淵川。前一回来たよ、ここね。川淵の道路でね、とんかつのラーメン食いましたね。すっげえ量多いのよ。ここは最高にいいじゃん、ここ。さて、こっからね、国道4号線入りましたけど、なんかね、すでになだらかな上り坂が続く気配ですよ。ここね、ドライブイン鳥越ね、ドライブイン鳥越。さすがにラーメン値上げしてたよ。ラーメン380円。まあ、それでも安いけど、前までこれ180円じゃなかったっけか。俺、いつか食べようと思ってんだけど、なかなか食べらさんないね。まあ、ここもね、まあ、言ってみれば4号線の象徴的な感じだよね。一戸町内に入ってきましたね。うわー、今日暑いからかもしれないですけど、余計人も車もいないね。ああ、なんかこうやってバスが来ると、ノスタルディーだよね。これ左側がね、万代館ね。昔映画館だったとこ。映画が流行ってた時期は最高だったんだろうな。我が世の春だったかもしれない。で、この橋を渡って、まあ、懐かしの街並み。ここの野田、ああ、また取れてるよ、これ。V3 はまだ健在だけど、看板まだ1個取れてるような気すんな。あまりにもね、なんかこの一戸に来て、この経済のね、低下ぶりっていうのかな。すっごい感じだよ。まあ、こればっかりはしょうがないもんな。ということでね、一戸はそのまま通り過ぎましょう。なんかすっごく寂しくなるもん。これはね、コツナギ歩道トンネルっていうところですね。昔の隧道とも違います。入り口に1992年完成って書いてましたからね。昔の隧道ってさ、まあ、通ったことある人は分かると思うんですけど、確実あれ悪霊いるよね、どこ行っても。俺の地元だと釜石市内からお夏手っていうところに行く隧道があるんですよ、頂上のとこに。あれ完璧いるね。肝試しのつもりで何回か行ったことあるけど、気持ち悪かった、あんね。通らない方がいいよ。ちょっと興味本位でね、通ってみっかっていうのやめた方がいいです。ここは全然何ともないですね。
私今北海道へ帰る途中です。東京での生活に疲れ、一度は死ぬことも考えました。しかし一つしかないこの命、これでいいのか、自問自答し、北海道でやり直すつもりです。ついふらりと立ち寄ったこの駅、北海道の駅を思わせる駅です。何かほっとしました。何もないと書いてありましたが、何もない贅沢、自分で行動を起こせる場所じゃないですか。緑、山、人情、これだけありますもの十分です。なくさないでください。本当に一休みと郷里を思う心を起こさせてくださってありがとう。それとこの駅を守ってくださっている方、毎日ご苦労様です。冬は大変でしょうが、頑張って守り続けてください。それではさようなら。まあ、標識じゃなかったです。国土交通省奥中山防災ステーション。でも防災ステーションがあるってことはほぼ頂上でしょと思うんだよね、勝手な判断ね。でもまだね、こう登ってるな。山が A 級だとするよね、難易度 A 級。こっちはね、それよりね、A マイナスぐらいだね。あ、これは最高到達してんじゃないの ?4 号線。違っけかな、違うかな、ちょっと見えない。国道4号、最高地点に来ましたよ。458メートル。ここね、ここね。グラードは下りだよね。すごいなんか水っぱらの感じすんだよ。もう夜ね、あんまり食べたい気しないもん。まあ食べたい気しないっていうのが熱中症気味なのかわかんないですけどね。まあ暑かったっていうか、今日は30度なんだよ、ここ高いから。道路の気温は30度で、まあ猛暑日とは違うんだけど、猛暑日の時はもう走んない方がいいなっていうのは分かりましたね。猛暑日になる時はもう走んないっていうか、もう早朝ね、早朝自宅の近くをプラッと走って、そんな感じで昼には撤収みたいな。さて奥中山高原駅に来ましたね。あ、ここになんかショップがありました。あー、ここまっすぐか、あれかな。いやー、30分後ぐらいに電車が来てくれればいいんだけどね。ちょっとこの自転車片付けてからだから、うまいタイミングで来ればベストだよ。あれ違うね、これ駅じゃないね、右ってなってたから右なんだ。あれ、どうだ駅、あれ線路はこっちなんだね。右ってなってたんだよ。カフェがあるよ、カフェ里山。あ、ここにいい感じの立ち花っていう食堂あって、いいんじゃない、ここ俺好みみたいな。駅どこよ、どこよ。え、駅が分かりません。これか、これっぽいね。ちょうど今バス出たから、これだ、到着。これです、駅です、これです。で、あとは自転車を撤収して帰ります。